のバイブレーションを軸みたいに使うのが楽しいんですよ。メッキとかあとはコチとかですね、ジャックしてただ巻きでもう一回フォールさせる。でも結構冬ってなんか同じ場所に結構溜まってるんですよ、魚が。テンションフォールインするとこうバイブレーションがこうやって沈んでいって根掛かりしやすくなるんですよね。バイブレーションジャーキングのカウンターみたいなバイトが最高なんですけどね。OK、来た、よっしゃ、よし、来た。じかリグいきます。お、食った、よっしゃ、お、でかいかも、やばい、でかい。冬になると釣果が上がる釣りです。じゃあショアジギングのやり方説明します。こう波動が出続けてるんで、それによってまた遠くから魚が来たりすることもあります。OK、食った、よし、来た。フィッシングギャング、あずさ。フィッシングギャングのあずさです。おかっぱりルアーマンにとっては非常に辛い時期がやってきました。この寒い1月2月どう攻略するかっていうのを今回は動画で説明したいと思います。はい、一緒に乗り切りましょうということで、今日はですねこちら、ライトタックルを持っているアングラー、おかっぱりアングラーですね、そういった方々がこの辛い冬を乗り切るためにはどういった攻略をしていけばいいのかということで、僕が普段やっている冬の乗り切り方をご紹介したいと思います。はい、ということで、おかっぱり冬の乗り切り方、鍵となるルアーはこちらです。はい、じゃあ一つずつ見ていきましょう。まずはこちらですね。はい、メタルジグです。はい、で次のボックス、こちら、クランクシャットバイブレーション小ジグ、そしてこちらワームです。はい、もう皆さんお気づきだと思うんですけど、すべて深場を狙う、ボトム付近を狙うルアーです。なぜ深場を狙うかというとですね、浅い水深では気温の変化をもろに受けます。なので気温がぐっと下がると水温もその直後にぐっと下がりやすいんですけど、水深が深い場所っていうのは気温の影響を受けにくくて、深いところは水温の変化があまりないので魚への負担が少ないです。なのでノッコミ以外の魚、そういった魚は結構普段浅瀬にいても冬場になると深みに落ちます。例えばメッキとか、ミーバイ、ハタ類ですね。他にはガクガクとか、まあ河川でよく釣れる魚たちがいるんですけど、冬場になると結構水深がガラッと変わって深場で釣れるようになります。そういった魚を、冬場も同じように釣るためにはこういった深場を泳がすルアーが必要になってきます。そしてもう一つですね、まあ、もちろんプラグとジグは深場を攻めるんですけど、こちらのワームですね、今まで通りジカリグで狙っていきたいと思うんですけど、冬場ならではの誘い方っていうのがあるので今回それを紹介したいと思います。まずは河川の釣りですね、実調の様子をどうぞ。はい、ということで、都市河川にやってきました。ここはですねモノレールの下の河川です。はい、で僕が今立ってるところ、ここ分岐点になっていて、奥の方が雲路川となります。でここが浅戸川です。はい、でまあ2つの川があるんですけど、僕は今回この浅戸川を攻めていこうと思います。これなぜかというとですね、向こうの奥に見えてる川は水深が浅いです。で今回ですね、撮影の前の日に結構な寒波が来て非常に水温が下がってます。なので魚は水深がある方に溜まっていると思うので、今回は水深がある方の川を攻めていきます。で今回使っていくルアーなんですけど、基本的には深場を探るルアーしか持ってきていません。こんな感じです。プラグの場合はもうクランクシャット、あとバイブレーション、あとはまあジグとかメタルバイブとかそういった感じですね。こういう感じのルアー、深場オンリーでやっていきたいと思います。あとはまあジカリグですね、いつも通りのジカリグで、今回はちょっとこういったクロー系ちょっと買ってみました。お、はい、なんか釣れそうだったんでちょっとこれは試しなんですけどやってみます。はい、はい、っていう感じです。あ、でもできればプラグで釣りたいんで、まずはプラグからやります。で、今ですね下げ潮の途中ですけど、今日は大潮です。なのでかなり流れ早いんですよ。
だから今は、あ、すごい、見てください、正面にアシチンの群れがめちゃくちゃいます。これがベイトになってますね。超チャンスです。流れに負けてどんどん下流へ下っていってます。で、今激流なんですよ。もう下げの一番潮が早いタイミングで釣りスタートするんですけど、今はどっちかっていうと反応するとしたら、もう例えばメッキとか、あとはコチとかですね、そういった魚が食う時間帯です。なのであんまりワームでネチネチするっていうよりは、もうプラグで早い釣りでパッ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 ってやっていって、干潮の潮止まり前後でワームの釣りやるとしたら、そのタイミングでやりたいと思います。はい、じゃあまずはこのアシチンベイトに合わせて、このバイブレーション、対抗のあるルアーでやっていきます。はい、ちょうどいい感じです。下流に押されて流れていってます。よし、じゃあ1投目いきます。はい、で投げたらボトム取ります。はい、ボトムつきました。ここからジャークですね。ジャークしてただ巻き、ジャークしてただ巻きで、もう一回フォールさせる、この感じでいきます。このレンジバイブはエビりにくいんで、ジャークの釣りに向いてるんですよね。チェイスなかったですね。バイブレーションをジグみたいに使うのが楽しいんですよね。お、魚いないですね。よし、次はちょっと橋脚回りやってみます。そう、魚がいないですね。やっぱり結構冷え込んだからいなくなっちゃったから。道理でさっきのアシチンベイトにイーターがついてなかったんですね。この辺にイーターがそもそもいないかもしれないです。でも結構冬ってなんか同じ場所に結構溜まってるんですよ、魚が。だから1回釣れたら結構連チャンしたりとかするんで、全然欄干した方がいいですね。どっかに溜まってると思いますよ。こっち浅戸川なんですけど、両サイドが段になっていて、真ん中が深くなってます。こういう感じですね、ドンってなってるので、この壁際は浅いです。壁際の段の上に投げて、そっからこうちょっと深めにストンって落として、ボトム周辺探ってみたいと思います。あれっすね、草木が多いっすね。草が多くて厄介だな。今目の前にアシチンが大量にいるんですけど、悠々と泳いでます。イーターいないですね、こんだけ余裕があるってことは。い、着きました。浅戸川って手前が段差になってて、もう少し潮が引いたら見えやすいと思うんですけど、今ここから壁際からこう、まあどれぐらいですかね、2メーターぐらい先でドンって落ちてるんですよ。だからその目の前の駆け上がりで食ってきたら
この段差で擦れて切られるんですよね。だからできれば対岸の駆け下がりで食ってきてほしいんですけどね。だからもう手前来たら結構ピックアップします。もうタックルが強くない限りはあんまりここで食わせない方がいいですね。それだったら、こっち面から対岸攻めて、ある程度行ったら次反対側に渡ってこっち側攻めた方がいいですね。ラインを見てるんですか？ラインを見てますね。できるだけフリーで落とすようにしてますね。テンションフォールにするとこうバイブレーションがこうやって沈んでいって根掛かりしやすくなるんですよね。だからできるだけこうフリーで落とした方がこう地面がかかって引きずらないんで根掛かりしにくいですね。砂地だったらテンションフォールとかでもいいんですけど、ここは結構なんかいろんなものが沈んでるんで、そういう時はフリーフォールの方が根掛かりしにくいです。あとはまあそこついたなっていうのを分かるためにこう糸を見ますね。糸がスーッて入っていって今止まりました。糸がこう入っていくの、お、当たったな。こう糸が入っていくのと一緒にこう竿を送るといいですね。こう糸が入っていくスピードよりちょっと早めに送る。糸と同じ速度で送ると大体これぐらいですね。だけど糸より早く送るとこれぐらいで送ります。そしたら同じぐらいたるんだままこうやっていくんですよ。糸がこうたるんだままいってルアーが底ついたら一気にこうたわむんで、それが着底の合図ですよね。今ですね、バイブレーションを中層より上まで上げてます。だいぶ上まで。もう平打たせてるんですよね。こう普通に引いてきたらブルブルブルなんですけど、こういう感じでブルブルブルってくるんですけど、これをバン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 ってやって中層まで上げてきます。それでもう強い波動が出るんですけど、バイブレーション自体の強い波動プラスその飛んでる間もこうブルブルするじゃないですか。強いドンっていう波動の中にブルブルって細かい波動、それが入りながら 1,2,3,4,5,6 ってやって中層まで上げてきて、その後こうフリーで落としてあげる。もうずっと誘ってるような感じなんですけど、強い波動と弱い波動両方できるんで、バイブレーションの強みですね。ジグとかだったらこう波動はやっぱ強いですけど細かい動き入ってないんで、それよりはちょっと繊細な誘いになってます。リアクションもありつつ食わせの微波動も出てるっていういいとこ取りですね。これが結構冬には効くんですよね。でそのアクションができるのってやっぱバイブレーション限られてるんで、それをやっちゃうと例えばこうリーダーに絡んだりとかするバイブレーションとかもあるんですけど、このレンジバイブはやりやすいですね。はい、でちょっとランガンします。でも一つこだわってるところが針のサイズ下げてるんですよね。普通もうワンサイズ大きいんですけど、針のサイズ下げてます。これはまあエビらないようにっていうのと、あとジャークした時に結構飛ぶんですよ。平打ちやすくなります。だからただ巻きだったら純正フックのままでいいんですけど、ジャークする釣りの場合は針をワンサイズ下げた方が横にも飛ぶしエビりにくいです。これおすすめです。ちなみにこの針何ですか？ STX の12番ですね。はい、お、今いい流れですね。今いい流れっていうのは左から右に流れてます。ルアーが流れに対して反対に泳いできてるので、普通の魚の動きしてます。まず投げて、普通に巻いてきたらあんま見えないじゃないですか。今背中の緑しか見えてないじゃないですか。濃い緑しか。
で、これでジャーク入れると側面が見えるんで、まあ、今リアクションの釣りやってるんですけど、これがダメだったら例えばもっとスローにして2回しゃくってテンションフォールとか、こういうスローな釣りもできます。ちょっとどっちがいいかは分かんないですけど、今でも潮がぶっ飛んでるんで、ちょっとメッキが反応してくれたらいいなっていう感じでやってます。でこのバイブレーションジャーキングのカウンターみたいなバイトが最高なんですけどね。ドンってくるのか。来るでしょう。この辺は結構メッキ多いんだけど。来た。よっしゃ。よし来た。来ました。お、結構サイズいいかも。あ、これはなんか、あー、あれの引きがしてる気がする。あれの引き。はい。あれの引きって。違うか、メッキか。なんだ。あ、メッキだった。おお、よかった。よし、やった。釣りたかったやつ釣れた。よっしゃー。ほい、やりました。あ、ごめんなさい。水大丈夫か。はい、浪人メッキです。浪人メッキ。バイブレーションジャーキングで釣れました。すげえ。はい、元気ですね。フロントフックがっつり、やる気ありました。おお、いいメッキ。よっしゃー。やっぱ浪人は強いですね。結構重たくてこっち向きの泳いできたんで、最初こっちかなと思いました。はい、あいつ、はい、あいつかと思ったら狙ってたターゲットしてよかったです。はい、はい、じゃあ逃がします。よいしょ、ノータッチリリースや。最近僕ももう大人なんで、こういう道具使ってちゃんと、はい、ノータッチ、ウィスフックリムーバー、なんかタチウオとか安全じゃないですか。あ、歯がね。そうそうそう。しかもこれ使ったら針が伸びないんですよ。プライヤーでこうガチャガチャしたら結構針曲がったりするじゃないですか、うん、これ懐だけしか使わないんで。へえ、これどこのやつですか。これオーシャンマークです。オーシャンマーク、はい、スタジオオーシャンマークの、へえ、いいっすよ。シーバスって書いてるけど、これいいっすね。なんかかさばんないし。そうそうそう、かさばんないっす。棒なんで、はい、軽いんですよこれ。アルミ製なんで。よかった、ちょっと嬉しかったですね。釣りたい釣り方で狙ってた魚が釣れたんでよかったです。バイトしたのは どういう時にバイトした、はい、今もそこをつけてもうしゃくってたら、しゃくってる途中に来ましたね。だから結構下から追い上げてきて、ほんとこっちかなと思ったんですよ。結構この釣りってしゃくってる時はもちろん釣れるんですけど、しゃくった後のフォールで食ってくること結構多いんですよ。これが冬結構ハマったらあの連チャンするんですよ。はい、でも今ファイト中見てた感じ、後ろから仲間も追っかけてきてなかったんで、群れてないっすねやっぱり。よし、これがまあ結構冬通用するバイブレーションジャーキングなんですけど、はい、次はちょっと狙い方を変えて、次はワームの釣りをやりたいと思います。はい、じゃあジカリグいきます。そうですね、はい、冬といえば、はい、おさらいなんですけど、ジカリグやるときはできればスナップつけない方がいいです。スナップをつけないで、ここのリングに結びます。その方が強度ももちろんあるし、チヌとかが噛んできた時にやっぱスナップ潰れること多いんですよね、うん、あとはフッキング率が直で結んだ方が上がります。はい、これでちょっとめんどくさいですけど、プラグから変える時は結び直してください。なるほど。はい、これでいきます。よし、初めて使うワームや。方は一緒ですね、はい、いつも通り。そしてすぐ抜いて、でくるっと回して下から刺すと、この時に直角に刺してくださいね。結構こう斜めに刺したりするんですけど、斜めじゃダメなんですよね。直角真上に抜く。これだけです。で
あの根掛かりが多い場所は中にこうやって刺した方がいいんですけど、あのこっちはあんまり根掛かり今からしなくなってくるんで、そのまま刺さずにこの状態でいきたいと思います。はい、ちょっと動き見てみます。おシェイクもなかなかいいですね。釣れそう。よし、じゃあちょっとネチネチした釣りします。でプラグ使ってた時は結構あの針が6本もついてるんでドラグ緩めでもかかるんですけど、直リグの時は結構あのフッキングパワーが必要なのでプラグの時よりは少しドラグきつめます。よし、 OK、 じゃあやります。1投目。はい、でこの直リグですね、いつもこう使うところって浅い河川で使ってるじゃないですか。例えば国場川とか結構浅い河川で使うときはこうずっとこうただ巻きで使ってるんですけど、まあ、今みたいにある程度水深がある場所ってこうただ巻きしてると結構浮き上がったりとかするんで、そういう水深がある場所は結構こう動かして止める、で2回跳ね上げて止めるとか、こういうなんかネチネチした誘いもありです。だからもう僕はもう結構水深によって使い分けてます。お、でかいかも。やばい、でかい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。おお、おやいやいや。よしよしよし、来ました。見てください、狙い通りの。よいしょ、オッケー、危ない。よし、当たりました。はい。珍しく有言実行ですね。さあ、やりました。よし、はい。狙いのコチちゃんです。はい。ちょっと早合わせだったけどかかってくれました。ちょっとよし、オッケー、やりました。相変わらず平べったい。そうですね、こうやったら迫力あるけどこうやると迫力ないんですよね。はい、これが冬の釣りです。多分丸飲みしてたんでしょうね。フッキングで缶抜きに入ってくれました。じゃあ逃がします、とりあえず。よし、サキュー。お、早っ。よし、あ、よかった、よかったっす。よかった。冬、結構、まあ冬らしい釣りっすね。本当っすね。はい、ちょっとネチネチして、もうネチネチかリアクションかみたいな感じです。最高っすね。最高っす。こういうのがいいんすよ。夏は大物やって、冬はこういうライトゲームで癒されて、ね、行った方がいいですね、釣り。釣り行った方がいいですよ、はい、はい、やっぱなんか現場に通って徐々にモチベーションが上がっていくんで、うん、はい、なんかアイデアとかもいろいろ降ってくるんで、
っぱ現場が楽しいですね。やっぱでも毎回こうこれを釣りたいんだとかこのルアーで釣りたいとかこう目標を持ってやってるとより楽しいですよね。メッキ、コチ、ミーバイ狙いで、まあ、狙いの2種目が釣れたんで、はい、満足です。はい、ということで、河川の釣りですね。冬場はリアクションとちょっとネチネチしたこうじっくりした釣りも、取り入れるとなんとか、釣れることがあります。ということで、まあ、実調の様子を見てもらったんですけど、今回選んだのが、まあ、浅戸川ですね。実調 VTR でも言ってたと思うんですけど、水深がある場所を選びました。で、僕がよく行くのはやっぱ中部から南部の方の河川をよく行くんですけど、やっぱりホームとしている国場川、ここも釣れないことはないんですけど、全体的に水深の浅い川です。で、今回は大潮ということもあって、潮が引くとですね、もう本当に浅くなります。で、そこの水深というのは非常に低くて、魚がいたとしてもなかなか食いつかなかったり、単純に抜けてます。なので、中部からは南部の中で最も水深がある河川はどこかなって考えた時に浅戸川だったので、今回はそこを選びました。で、それがなんとか当たって、釣ることができました。続いてはこちらです。ライトショアジギングです。はい、まあ、大まかにどこからがライトなのかっていう定義はまだちょっと地域によってバラバラなんですけど、だいたいこの 20g 前後を使用していきます。はい、こういった、まあ、ライトショアジギングですね、普段チヌを狙っているようなタックルであったり、エギングタックルであったり、シーバスロットであったり、その辺のタックルでできるようなショアジギングです。この釣りですね、夏場も釣れないことはないんですけど、冬の方がよりターゲットも増えて、当たりの数も増える釣りです。今回実調動画を撮ってきたので、そちらの映像をご覧ください。はい、ということで、次はですね、堤防にやってきました。堤防、はい、はい、堤防です。こちらでライトショアジギングやっていきたいと思います。冬になると釣果が上がる釣りです。夏よりも冬の方が、冬の方が釣れますね。こう夏は寄ってこない魚とかが釣れたりするんで、回遊系からもともと浅瀬にいた魚が深場に降りてたりとか、本来大きめにいる魚が冬に接岸してきたりするので、そういった魚を狙います。タックルがですね、プライアブルの73です、はい、まあ、エギングロッドとかでもできます。でリールがこちら、C3000 番で、 P ラインの 0.65 にリーダーは16ポンドを使用します。はい、これでジグは 20g です。 20g、 はい、はい、激闘ジグですね。これでやっていきます。狙い目はどんな感じで、はい、狙い目は下から上までどこでも当たる可能性があるので全部やるんですけど、最初はボトムネチネチっていうよりは、しっかり中層より上までしゃくり上げてワンピッチジャークで誘っていきたいと思います。で、その後当たりがなければ底狙い、そこをちょんちょんちょんと探ったり、もしくは今つけてるジグみたいにこう横にあんま飛ばなくて平たくてフォールメインのジグに変えてネチネチ探りたいと思います。はい、この釣りですね、1投目に来ること結構多いです。ショアジギングやるような場所って結構水が透けてるんですよね。で、水が透けてる場所っていうのは結構遠くからこう魚がフォールで追っかけていきます。なので1投目では特に、集中してやってください。じゃあその貴重な1投目を投げます。いきます。はい、投げたらボトムを取ります。おっと、このタイミングで港に船が帰ってきた。1回上げます。ここに向かってきている。ここは入り口なので、船が近づいてきたら仕掛けを上げましょう。さあ投げましょう。よし、じゃあちょっと角度変えて投げてみます。投げたら底を取ります。
ました。13秒ぐらいですね。13秒ぐらいのカウントで着きました。そこからしゃくります。僕はだいたい15回ぐらいしゃくって落とします。1回ぐらいしゃくってみます。いやー、ショアジギングやっぱ楽しいっすね。これに食ってくる魚って本当に何が来るかわからないんで、ワクワクしますね。大きさもわからんし、魚種も読めないんですよ。だからタックルが難しいんですよね。はい。あの糸が太くなると、あのジグが沈むのも早いし、ジグの動きも悪くなるんですよ。だけどたまに大きいの来るんですよ。だからやっぱり食わせのための細ラインっていうよりは動き重視の細ラインを使うんですけど、細ラインにすることによってでかいのが来た時にやっぱ切られたりするんで、そのタックルセレクトが難しいですね。じゃあショアジギングのやり方説明します。まずフルキャストします。フルキャストしたらそこに落とします。でその時にこのラインが膨らんでると、ジグがこうラインに引っ張られて手前手前に寄ってきたりするので、その時は竿を下に下げます。でそうすることによって着底も分かりやすくなります。でこのたるんでる糸が全く動かなくなったら、これが着底の合図なので、そこからしゃくり始めます。でだいたい水深にもよるんですけど、しゃくるのはだいたい15回から20回ぐらいしゃくります。しゃくったらもう一回ベールを開けて糸を送ります。これが止まったら着底の合図です。はい、止まりました。そしたらまた15回から20回しゃくる。この単純作業ですね。で根魚とかがいればこの 1,2 投目とかで食ってくるんですけど、回遊魚の場合はいつ来るかわからないので、同じ場所で粘って同じ動きをし続けるのもありです。でまたジグもいろいろ種類があって、今は結構左右に飛ぶジグなので速いしゃくりをしているんですけど、スロー用のジグとかだったらこういう感じでゆっくり誘うジグもあります。まあ、ジグによっていろいろ動かし方は変えてみてください。正直にだいたい水深何メートルぐらいから水深まあ3メートルあればできますね。でもやっぱ深ければ深いほど面白いんですけど、だいたい3メートルから水深、そうですね、潮の速さにもよるんですけど15メーターぐらいまではできると思います。で、まあ、ジグ例えば 40g、50g 重くすればもっと 2,30 メーター深くてもできます。やっぱりあのタックルがライトであればあるほど、あの軽いジグでそこは取りやすくなるんですけど、結構大きい魚がヒットすることもあるので、僕が今使ってるこの P06 ぐらいがもう本当に最低限の太さです。こういう漁港みたいなところって、まあ、
組むしかないっていうか、はい、なんか狙いどころがよく分かんないんですけど、はい、そういうのってどういうふうにすればいいですか。もうベイトが目で見て分からないんであればもう切っていった方がいいですね。四方八方に投げて探った方がいいです。であと投げてたら分かるんですけど、カウントダウンが例えば15回尺って10秒でそこついてたのか急に5秒とかなったら、あの辺で大体駆け上がってるんだなっていうのが分かるんで、その辺狙ったりするのがまた面白いですね。結構だからカウントダウンはもう毎回毎回丁寧に数えた方がいいですね。 1,2 秒の違いでも結構でかいんで、だからこことかは船が通る水路になってるのでえぐれてるんですよ。左側は浅くてこっちは深いんですよ。だからこの中でも駆け上がりがあるので、そういうところってやっぱ魚つきやすくなりますね。気をつけないといけないのが、ああいう大型船の周りとかって結構太いロープが入ってたりとかするんで、はい、船の周りを見た時にこのロープが水中にバッて入ってると、その角度とかもちゃんと見てですね、結構斜めにこうロープが入ってたら結構手前までロープが来てることがありますから、うん、そういうところには投げないように気をつけてください。でもおかっぱりとかやってて他の釣りも一緒なんですけど、ジグみたいにこうやってずっとしゃくってると波動が出続けてるんで、それによってまた遠くから魚が来たりすることもあります。だから正直言うか結構粘ってもいい釣りだなと思います。どちらかというと潮止まり前後にやって上げ下げ両方狙った方がいいかもしれないですね。中層から下を狙うときはワンピッチでこう1回しゃくるにあたり1回巻くんじゃなくて、1回巻くのに4回しゃくったりとかしますね。結構よし来た、よし、これが底狙い。今下できましたね。下の方なので根魚とかじゃないかなって思いますけど、なんだろう、うわ違うか、結構違うか、なんだ、おお普通に根魚じゃなかった、よいしょ、メッキでした。うわ肌が白いメッキですね。真っ白、真っ白ですね。おお根魚かと思ったらすごいですね。メッキももうボトム付近にいますね。すげえ、水温が安定してるんですかね。はい、そうかもしれないですね。あ、でもパンパンのメッキだ。餌は食えてる。おー、銀ガメか、銀ガメ。はい、じゃあリリースします。よし、よし、ありがとう。 OK、 釣れましたね。出ましたね。根魚かと思ったらメッキでした。ボトム付近ですか。ボトム付近ですね。今のやつもさっきワンピッチで探った場所なんですけど、やっぱりこう結構上までしゃくりすぎてたと思うんですよね。で今小刻みにして中層よりも下だけ、下オンリーで攻めてたら食ってきたんで、まあ、遠くから波動で来たのかもともと行ったのか分かんないですけど、ただでもアクション変えて今みたいに同じコースで釣れることってあるんですよ。だからそれがちょっとショアジキングの面白いところです。水深が深いからこそいろんなレンジが狙える。同じルアーで、はい、はい、ということで今回ライトショアジキングも、なんとか釣ることができました。でライトショアジキングですね、僕も未だに難しいなと思うのがフックセッティングです。
フックセッティングはもう非常に難しくて、軸のフックってめちゃくちゃ種類多いんですよね。でターゲットによってあの針の形状とかいろいろ変わって、まあ、それが楽しみでもあるんですけど非常に悩むところです。で今回使ったのがこちらですね。こちらです、投げ技フック、これを使った理由ですね、はい、これはちょっとアシストラインが長めです。でこういった少し細身で長い軸、なおかつテールにこうフックをつけない場合ですね、場合っていうのは少しこの長めのアシストを使うとよりかかりが良くなります。はい、だいたいこうセットした時にボディの真ん中もしくは真ん中よりちょっと上、それぐらいのバランスで組んであげるといいと思います。逆にこういうスロー系のジグですね、ゆっくり誘うタイプのジグに関してはこうやるとちょっとバランスが悪くなります。これが長すぎる、長すぎてちょっとバランスが悪いので、そういう時はこういった短めのアシストフック、こういうのをセットします。こういう感じですね。でやっぱりどうしてもこの針が増えちゃうとジグの切れが悪くなります。針がやっぱどうしてもブレーキをかけてしまうので、横に飛ばす系のジグは僕は結構こういった割と細身のフックで一本針で使います。でこういうスロー系のジグは横に飛ばさないので、こういうジグを使うときはツインフックの、アシスト短めのフックを使用しますっていう使い分けですね。まあでもこのフック選びもやっぱ楽しくて、ターゲットによって例えばメッキとかじゃなくてタマンが食ってきたりとか、ヒットしてくる魚がめちゃくちゃでかいとかだったらもうバランス崩してでも針のサイズを上げた方がいいと思うし、逆に言えば結構シビアなところとか本当に針一つで超過が変わるんで、今回釣れたメッキとかもおそらくこのティンセル食ってきた可能性もあるんですよね。こういうティンセルがティンセルが反射してそこにメッキが食ってきたりとかいうことも普通にあるので、結構ジグだけじゃなくてアシストフックを変えることによって超過って変わります。なのでそういったこうバランスとかポイントとかによってアシストフックを変えたりするのもまた面白いので、皆さん自分のポイントに合ったアシストフックを探してみてください、もしくは作ってみてください。はい、ということで、冬のおかっぱり攻略でした。今回行ったのも全部気軽に行ける場所で、実調時間も割と短かったです。河川でもショアジギングでもだいたい1時間ぐらいの調校で結果が出てくれたので、気軽にトライできる釣りだと思うので、皆さん時間があるときやってみてください。なおかつ早起きできればもっと釣れると思います。寒い時期ですけど行けば楽しいことが待ってます。はい、ということで皆さんもぜひ、自分のポイントでチャレンジしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。Then you have magic. Fishing gang, a t s u